はい、よ。あ、これが黒人参。はい、手帳は。すごいね。どこで取れたのこれは。東京都です。東京都。東京で取れた黒人参、うん、そしてこれが天ぷらになった黒人参。ね、人参の香りがねしっかりするんだよ。人参の香りはしないと思う。え、下ちょっと食べた。でね、ほっこほこ。何ほっこほこっていうのこれ、どう表現したらいいのこれ。しっかりこう歯ごたえを。塩。こんな感じよ。王様ハイボンって黒っていうのは紫なんだね。そうだ、ワードプレスの紫色っぽくなって黒に見える。あとは黒いチューリップも紫だね。さあ、ここはどこかと言いますと、よいしょ、ここになんかあったよ、よいしょ、ここあ、光って見えせん、よいしょ、これです。これ見てね、見てね、広瀬まりおすすめのお店でございます。ここピント合ってないの。よいしょ、あ、じゃあ魔法とか見えないぞ。違いますね。こんなところでございますよ。美味しいですよ。